グルコン酸カルシウムとはミネラルサプリメントの一つ低カルシウム血症の治療に最も使用されるカルシウムの形態であるグルコン酸カルシウムはカルシウムを無水物で9.3%一水和物で8.9%含むグルコン酸カルシウムのゲル製剤は復化水素酸の化学熱症の治療に使用されるしかしゲル製剤は 現在の日本では承認されていないため、院内製剤のようにそれぞれで調整する必要がある。また重篤な場合には、グルコン酸カルシウムを生理食塩水溶液として皮下注射する。フッ素イオンはカルシウムと速やかに結合して、復化カルシウムを生成するため、復化水素酸の皮下への浸透を防ぐ効果がある。また、復化水素酸を吸入してしまった場合には、 体内のカルシウムが、フッ素イオンによって消費されて、低カルシウム血症が引き起こされるため、グルコン酸カルシウムの生理食塩水溶液を、静脈注射して、血中のカルシウムの補給が行われる。グルコン酸カルシウムの1、水あえ物は、カルシウム補給薬として、医薬品医療機器総合機構の承認を受けて、カルチコール松という名称で市販されている。 長期にわたり服用したり過剰投与することで逆に、高カルシウム血症となる危険性もあり、また副作用によって人血石ができることもある。ありがとうございます。